4連敗、再びうんち、転落ゴールデンイーグルスワラ。西武2連敗、最下位へ試合良好。平石、めっちゃ笑顔で草。最下位ダッシュ、おめでとう。転落イーグルスのエンジンかかってきたなわらわら。楽天は毎年夏場に大失速するんやろ。ここから大失速ってシャレにならんぞ。定位置の再開おめわら。西武トロって両勝ちでまた雑魚コテ敗走してしまったんか。ほんま負け続きの人生やな。はよう働け、クズ。そもそも他のチームの同好期にしていられる場合ですかね。振り向けば壁。交流戦はなかったことに。こんな塩試合を全国でやったんか。楽天は監督と GM が終わってるのはもちろんだけど、高級位も総会した方が良さそう。あと2軍で成績良くても上で使われないから下のやつ腐ってそう。楽天だけ観客動員マイナス、制限解除の今年の方が少ないってわら。